4時間がなんとか 20MA25MA 抜いてロングになったということで、これで日足が揃えば逆にロング目線でもう一回ポジション取れるっていうのがビットコイン、ライトコイン、バイナンス、キャッシュ ABC、SV あたりですね。はい、2019年7月19日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察します。順番に仮想通貨の時価総額からいくと若干10ビリオンぐらい、もうちょいか、戻したアメリカドル換算の284ビリオンと、上昇幅としては 10% から 5% ぐらいが割と目立って、どうでしょうね、相場環境を変えるほど上げたのかな、4時間ぐらいはあれか、水平上向きになっとるかどうかでしょうと想像しつつ、日本円換算の時価総額いっても10兆前後ほど上昇した30兆8839億で、どうでしょうね、日足まで戻っとるのかどうのか期待しつつ、時価総額1位のビットコインから見ていきましょう。週足に関してはやっぱあれですね、相場環境を完全に変えるほどじゃないですよね、これ。20MA に関してもこれ乖離離れとって、多分 7MA が出てこれ触っとるとか頭ちょっと抜けとるとかっていう状況だと思うんですけど、それでもこの足で完全にポジション解消までは意識するチャートじゃないですもんね。いや、週足だけ見るに関しては。それで日足行ってみると、ここはまだあれか。触るとこまでは行ってないんだ。日足に関しては全く相場環境を変えることなく、ただ前日比で10万ぐらい上げたとこっすか。ロウソクに関しても乖離離れて、20MA に関してもまだ角度変わってないで、触ってないからどうのこうのいう状況じゃないですよね。まあ、つまり冷たい言い方すると日足目線はしたと。4時間足行くと、ここだけはなんとかあれですか。一応は20MA を上抜いて少し乖離離れたところ、ただ完全な水平っていう状況じゃなくて、これも完璧に相場環境を変えるほどじゃないですね。抜くは抜いたけどやっぱ水平は欲しいですよね。もう一回受ける、もしくは120ぐらい、あ、ここの日足換算に設定しとるんですけど、4時間の 120MA、 ここを水平上抜けぐらいになるのが125とかそれぐらいですよね。そこぐらい来たらようやくあれか、あのポジション取ってお得な状況になりますよね。まあ、そこまで行く前に売り叩かれてまた4時間の 20MA 下抜いたら、まあ、完全にさようなら状態ですよね。まあ、ただ今ちょっとどっちつかず、週足がどっちみちロングを保っとるんで意見が揃うまで待ちたいですわね。まあ、ここら辺はまだまだ関わりたくないということで、あの可能性だけは秘めて動ける、要は足構えだけしとるという状況で。はい、と次はイーサ。こちらは逆にビットコインは危ういな。 25MA は一応角度変わってないから 7MA 右下、ロウソクに関しても瞬間的な安値は 25MA 触っとるし、どうでしょうね、まだはっきりしないところですね。ロングとは言えんけど限りなく下げに近いところで、というところで冷やしていくと、ここはあれか、 2% ぐらいの上昇では全く相場関係を変えるほどじゃないですか。 7MAに触りかけただけで角度変わることなく全くってとこですね。ビットコインほどの期待感はないというところで、4時間いくとこちらもそうですね、 25MA が水平にまだギリギリになってないようなところを一応4時間ロウソク上抜いて、ビットコインに近いとこですか、上抜いたけど水平になってないで、どうでしょう、日足との乖離はまだありますねというとこですね。はい、ということで次はリップル。まあ、週足に関してはこれ 25MA が右下向きかけとるので何とも言えんですよね。こんなの完全目線はしたということで、前日は 2% ぐらい戻しとるんですけど、イーサと大違いですね。同じパーセント戻しても日足行っても同様、なんとか 7MA を抜いた状況だけど水平にはなっておらず、 25MA や 99MA の乖離離れてまだまだですよね。まあ、むしろ売っていく場面を探すとこですよね。4時間行くとこちらがなんとかあれですか、 25MA が上抜いて一応ロウソクを上に行きましたと。ただ上位足が完全下げなんで、こんなもんまたあれですよね、ここを下抜いていくところを売っていくっていうタイミングですよね。いや、これは負けてもここを探すとこですよね。まあ、日足と週足下げなんだから4時間で下がっていくとこを売っていくのがセオリーですよね。しつこいけど負けてもというところで、はい、次はライトコイン。ピンチだなというのは、週足25倍にロウソク触りかかって一応は耐えとるんですけど、なんとか本日は 8% ぐらい上げて、どうでしょうかね、ここで売っちゃったらもう1回という可能性も秘めつつも、あー終わりだなというのがあれですよね、自分の中での率直な感想というところで。日足いくと一応は 7MA を抜いて 99MA に触りかけてきたんですか。25度の乖離も詰まるも、まだまだ角度変えるまでじゃなくて、4時間行くとここは一応あれか、25と乖離離れてたんだ、 99MA も近くなって、このまま行くとライトコインは売っちゃっていく可能性があるんですね。日足のところまで揃ってこればいいとこっすか。ちょっと期待感も出てきましたね。はい、ということで次はキャッシュ ABC。 週足は辛いな、一応 25MA とかロスが耐えとるんですけど、ライトコイン状態だな、ここで日足まで戻してこれば売っちゃっていく可能性ありますけど、はてどうでしょうかということで、冷やしていくと 7MA 周辺のところにロウソクおるだけでまだまだですね。25度の乖離離れてほしい、やっぱここあれだな、25触るまでですね、そこが届いたら
なんとか水平まで持っていけるんじゃないかなって、あの最終心理として。で4時間行くと、こちらが一応は25は上抜きましたと。ただ現在 7MA 差はどうでしょうね。一気に行かずにごちゃごちゃするとまたパッカーンってブラルで、とりあえず冷やしの25まで届くかどうかですよね。あの無呼吸の潜伏、要は水泳ですよね。息継ぎなしで行けるかどうか難しいと思うんですけどね、想像的には。はい、次はイオス、まあ、こちらも辛いのは相変わらず。25ロウソク下抜いて角度も弱まっとるし、一応は前日比で 2% ぐらいは戻しとるけど、全くですね環境を変えるほどじゃありません。冷やし行っても同様、なんとか 7MA ロウソク触るも角度はついておらず、25とも帰り離れて、やっぱここ届くかどうかですよね。まあえてロングを期待するなら4時間行くと、ただこちらもなんとかあれですか、25は一応触りかけたんだ、水平気味で。さあ週足が上昇しとる相場じゃないんで、これぐらいじゃあれですよね、飛びつけんすかね。冷やし戻るまでは待ってないと、こんなところロングしたって逆を食らうのはもう目に見えとるんで。はい、次はバイナンス。週足はなんとか耐えとるとこですか。25に関しては角度変えず、一応7は下で、ロウソクもその下にいますけど、安値自体の切り下げはなんとか耐えたんですね。これで前日比 4% ぐらい上昇。冷やし行くと、ここがあれか。でも他のトークに比べば一番まだ乖離が少ないですね。というのが現在では一応 7MA の水平のとこにいて、25MA との乖離はまだあれですね。他のあるとこに比べたら短い部類ですね。まあ、つまりまだ可能性残しとるとこですね。4時間行くと。そうですね。25は水平に近くなって、ロウソク上抜いて、一応4時間足目線ではなんとかロングになって、週足も耐えて、一応はロング目線。あとは冷やしの乖離幅がもう少し狭いんで、そこが届いたらロング目線が揃うところですね。だからバイナンスが今まで見てきた中では一番あれか、ロング目線に近い状況か。まだ可能性は残しとるところですね。そこでポジション取りたいですね。はい、次はテザー。なんでしょうねっていうのが、これが昨日の23時40分頃、ものすごい乖離幅は1本だけ離れて、そこだけですね。全体的にそんな動いてたりというような時間帯でもやるし、なんでしょう、それ除けば本当に平凡な乖離幅の相場で、なんだろうね、これなんか新規発行かなんかしたんか。いや、全くわからんですね、この乖離幅の動きは。値動きがあるとこならこれぐらい、まああって当然だろうなと思いますけど、そんな急激な上げ下げしとるわけじゃないですし、なんでしょうということで、ニュース的な値段は特にありませんということで。はい、次は SV。 週足 30MA 水平に近くなって、ロウソクはなんとかあれですか、瞬間的に安値だけは耐えて、一応は乖離幅が 30MA とありますと。ただこれも危ういな、クラウトっていうところで、一応は前日比は 2% 強ほど上昇しとるんですけど、うーんってとこですね。冷やし行くと、まあこちら当然目線下のが 30MA 右下向いて、ロウソクは買い離れて遥か下、一応は 7MA 若干上抜けまで戻すも水平にはならず、やはりまだまだ目線は下と。4時間行くと、こちらがなんとかあれですか、目線が上になったのが 30MA を上抜いたからですね。ただ完璧な水平になっとるわけじゃなくて、一応 7MA の上におるっていうだけで、これも日足レベルまで戻らんと何とも言えんすよね。週足は一応上目線なんで、それだけがどうかってことですね。キャッシュ ABC やライトコイン、バイナンスとかで割と近い状況かなって。乖離幅は別として、はい、次は体の週足水平に近くなって、ロウソクも下抜いて、完全は目線を下げ相場ですよね。 7MA も下抜いて、で冷やし行くと、こちらも同様ですね。25右下向いて、ロウソクはるか乖離離れた下、なんとか本日 7MA にロウソク触るぐらい戻すも、 7MA に関しても水平になるところじゃなくて、まだまだですね。むしろ本当に上がって下抜くところを打っていく場面ですもんね、これは。4時間行くと、ただこれも他のトークンと同様に、一応は 25MA をロウソクを上抜いていますと。乖離幅は本当少ないですし、これ水平になったぐらいでまた逆行食らうとかありますよね。ここをむしろ下がってたところ売られる状況ですもんね。まあ、週足が目線は下なんで、ここは素直に言われるですよね。下がってたところ売る姿勢を持ちたいということで。はい、とそれ最後ドル円。例によって昨日の相場あたりから戻ってきますと、短期の下に折るところを3時とか4時とかそんなもんですかに、短期にロウソク触りかけて、ロンドン入ってった夕方過ぎとか、そこら辺で短期 10MA をロウソク抜いてって、行くかと思いきや、ニューヨーク前あたりに叩かれて、そしてニューヨークで短期下抜いて再び下がって、特に夜中の3時、それから4時、この2時間でかなり長いの食らって、一気に107円2000円ぐらいまで下がると。それで推移しながら朝方アジア7時とかですか、
ここで107円4000円ぐらいまで瞬間的には戻す。ただ短期の角度は変わらずにそこからずるずる行って朝10時とかここら辺でなんとか短期を抜くんですね。これで107円5000円ぐらいで、そこから一応は10 MA を上抜くも一気に伸びることなく逆にレンジがずっと続いて現在時間で107円5000円ぐらいを推移で10 MA が水平やや上向きになったぐらいですか。で冷やしていくとこちらはまだまだですね、短期右下向いてロウソク買い離れてちょっと戻した程度で何回食らうんやろうってことですね。これ1回目やられて2回目も期待したとこやられて3回目もやられて4回目もやられて5回目なんか周期にたどり着いたとこもやられて、そんで6回目もやられてるか何でしょうね。これどこまでやられるんだろう。ここで週足いくと、まあ、当然そんだけやられては短期の角度は変わってこずにロウソク自体もあるんですよね。瞬間的な高値が触りかけて希望の光に見えるも現在地に関してはまた短期からロウソク買い離れてもう完全に目線はこれで週から1時間までしたというところで、そんな感じで前日比が一見戻しとってパーセンテージ上がっとるようには見えるんですけど、相場環境を完全に変えることじゃなくてビットコインを戻しましたけど、なぜかというのは週足がロング、日足が売り、4時間がなんとか 20MA、25MA 抜いてロングになったということで、これで日足が揃えば逆にロング目線でもう一回ポジション取れるっていうのがビットコイン、ライトコイン、バイナンス、キャッシュ ABC、SV あたりですね、割と大幅上昇して貯金のあるトークンですよね。4時間までは一応は20、25MA 抜いたんだけど日足の20、25MA にはまだ遠いというところで、中でもバイナンスが一番ですね、乖離幅が狭いんで可能性があるところが一番そこじゃないかな。それかビットコインかどちらかぐらいか、バイナンスの方が早いだろうな。ただそうは言っても他のトークンは週足下げ目線になっとるのがあるんで逆行食らって叩かれる、これで日足届く前に4時間がまたマイナス目線叩かれて逆に大衆心理的にまた売りの方向へ走るんで、そうするとこの週足の貯金っていうのがなくなるトークンが増えるか、特にライトコインや SV とかあたりなんかをやられていくし、あの ABC もそうだから結局要になってくるのがバイナンスとビットコインぐらいですかね。ここら辺がこけたらもう完全に全、特にバイナンスがこけたらあれでしょうね、全こけぐらいに入っていくでしょうね。だから今一応危うい期待を見せるんだけどパーセンテージ割合で言ったら下がって方法が高いんじゃねえみたいな、ビットコインとバイナンスだけはちょっと微妙なところですね。これは言い切らずに、まあ、どっちかの意見が揃ってから判断したいですね。別に無理にこんなところでポジション取るような姿勢は必要ないですから。ドレーに関しては相変わらずやられて、もうこれどこまでやられていくんだかもですね。だったらもうずっと売り目線で完全にロングの、要は移動平均線を上抜く1時間から週足、まあ4時間から週足の方がいいですわ、自分の目線で言うと。そこが揃ってからロングポジションでいいんじゃねえというところで。はい、ということでそんな感じで以上、2019年7月19日、本日の仮想通貨時価総額と上位自由トークにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり、4時間から週足揃うまでポジション取るな。